皆さんこんばんは、ハワイケースケース。本日2023年4月18日、21時55分、ゴジラ、マイナス 1.0 の、監督をされたとされる、山崎隆さんへ、まあ、その思い出しました。昔一緒にフルーツラパークで働いていた、その朝までな生テレビになどに出ていた時の名前は、その三橋というお名前で出てたと思います。で、神戸市北区の岡場駅の近くの北新ビルの、区役所出張所で出社として、後ろの方から僕らここにいますけどね、出てきた。いや、あの時も、昔フルーツアパークで一緒に働いたこと忘れてましたか、忘れてるというか気づいてませんでしたから、あの時の誰それさんだって、そこ、めちゃくちゃ多いですから、まあ、ビーズの皆さんとか、グレイの皆さんとか、ルナシーの人たちもそう、ものすごいいっぱい。もうアスリート関係の人からもう誰から誰まで途中でもみんな名前変わったしてる人はしてるから、グレーの皆さんは名前変えてないはずですけども、まあ、太陽光パネルの、まあ、僕の動画からアクセスする方なんですけども、今49番の太陽光パネルについてのところにアクセスコードを移してると思うんですけども、リサイクル工場のところですね、三橋さんというお名前でその リサイクル工場に行ってた時の動画あったはずじゃないですか。あれもうちょっと前ですけども、半年かそれ以上前からアクセス久しぶりにしたら三橋さんじゃなくなってたんですよ。で、他の人に変わっていたりだとか、そういうふうに動画の内容までが変わってしまうっていうことに、まあちょっとショックを受けているのと、まあ、山崎さん、もう今、ゴジラの監督の山崎さんっていう名前だから、もう山崎さんって言いますけども、山崎隆さん、まあ、一緒に働いてる時とか、他の時の会話とかでも、僕は本名でいいですけどって言ってくれてるんですけど、本名かどれかわからない。絶対こうなります、本当に。一緒に働いたことある人間でも絶対こうなります。ね、だからまあ、この間、ワールドミュージックサテライトだったと思うんですけども、僕からの呼びかけで、本当に横を通り過ぎるだけで声かけても、もうほとんどの人、誰も、まず返事してくれる人いません。もともと有名になった人で、アスリートも含めて、もう僕も、家の横を通るっていうのは、まあ、それで、この間、三橋さんが、山崎さんが全身黒ずくめの服でなんかどこかに案内されてっていう部屋で、案内してる人が本当にあちらの方参ってますのでっていうことを両親のある方が、伝えてくれていまして、僕ももうその内容をすごく答えるんですよ。安倍晋三さんは安倍晋三さんも自分から声はかけなかったんですけども、シーマという車種の車に乗って、あの時は2021年の12月の2日だったと思います。か、2022年の12月2日。僕の家の近くに車止めていて、僕は夜買い物行く時に、まあ時刻は18時30分ぐらいだったと思うんですけども、階段を降りていった時に、歩いていた時に、ドアがガチャッと開いて、安倍晋三さんが降りてきて、僕の方に向かってきてくれたんですよ。で、その時に、働いていた時みたいな、綺麗な顔じゃなくて、顔が崩れていて、今のはまあ僕の顔のパターンですね。顔が崩れてる時の状態で、もっと変わる時は本当は変わるんですけども、人間顔。今ほうれい線が入っていて、で、
安倍晋三さんのその髪型も、国会議員として仕事をされてた時の髪型と、ちょっと違うんですね。特にこうセットもしてなくて、でまあスーツも着てなかったですし、あと身長が頭の中入ってなかったんですよ。身長180センチ以上もある人だって知らなかった。で、会ったことあるから知ってたはずなんですが、それ忘れてしまってる。だから背の高い人がなんか近づいてきたら怖いな。で、ちょっと距離開けとこうっていうような形で、僕横通り過ぎたんですね。まあお互いに横を通り過ぎてしまってるんですけど、まあけどどうなんでしょうね。安倍さんの方は歩いてきてくれてたんですけども、その時、まあ山崎さんに聞いてもわからないことだと思うんですけども、あの時安倍晋三さんに声かけていたら、その河川水門開式ダム、地下水流ストレートトンネル、回転扉式発電が始まっていたんじゃないかなと思いますし、蒲田発電とか、今泣けてきたっていう、安倍晋三さんの声で聞こえるんですよ。で、コンピューターの声かもしれませんし、未来と昔の時間軸をつなげてで、その声を聞かせてる可能性があるんですね。未来からの君の声が聞こえてきてるって言ってた国会議員の人たちが今まで何人もいて、その安倍晋三さんの声で泣けてきてるとか、なんかそういう風な声が、その次の今先は終わりってこう、もうちょっと優しい言い方で終わりっていうような言い方、いろいろちょっと心身ともに疲れてますね。しんどいですね。本当に毎日この日々の状況、何も解決できない状況で、僕が裁判で訴えた時にその精神病院に入れられていたっていう、しかもその回数が9回、誰がどういうような考え方でどういうことがバレるのを恐れて精神病院に行きにしていたのかっていうところ、一つの勢力として多分晴山整骨院に集まってた人間の中で一つの勢力が出来上がっていたんですけども、徐々にその勢力が削ぎ落とされていってるっていう状態ですね。集まってくる車の台数とか減っていたりだとか、その人たちはしてしまった後ですから、2003年1回建物解体しますから、まあ、判決があったのはもっと前だと思いますよ。2000年か2001年かそれぐらいの頃。で、入り口に昔は、バッテンの、木で、もうこのとこ誰も入れんようにしといたわって、こう、打ち付けてくれてる人たちがいて、裁判所判決あってからですよ。誰も入れんようにっていう、これ以上ややこしい事件が起きたらあかんからっていうことで。で、今度入り口を2つ作ってるんですよ。2010年ぐらいに再び店出して、いろんな件ですごく参ってるんですけども、8月9日が自分の誕生日なんですけども、フルーツラーパークにその時、昼ぐらいに行ってみようかなとは思ってるんですけども、誰かと会うか会わないかのところで、で、あの場所も広いですからね、ホテルのフロントの前とか、お客様がチェックインしたりとかすることがあるかもしれませんから、かといって、ロビーも、使用されてる時は使用されてますから、披露宴とかが終わってロビーでちょっとくつろいでいただいたりだとか、そういったことがあるので、そのあたりには行かないようにして、百合の間とか、菊の間、そのあたりとか、バーベキューコーナーの前とか、そのビーフバーベキューコーナーというよりもビーフ館の前を通って、そういうふうなところへ行って、誰かいるか行ってみようかなとは思ってってるんです。その時にもし来て、そのどういうふうな話になってたかとか、教えていただけたら、教えていただけたらいいなと思っています。昔もこんな言い方でしたよね。教えていただけたら、教えていただけたらいいと思いますって。だからその時会った人たちとか思い出した時に、喋ってる喋り方までこういうふうに変わったりするんですよ。神々的な力なのかな、その世界の方ですね。コンピューターはもうそこまでエシロンという機能がありますからね、富岳とか。
全国紙の新聞で見た時には100年分の音声蓄積してるっていう話で、これ以上スーパーコンピューター大きくしてどうするのって、その100年後の人たちが100年前の人たちの会話聞いて、まあ、重要な内容だったら参考になるでしょうけども、まさかね、ゴジラねと思います。100年後、まあその頃はまあエネルギーの残存量もない今の状況だと、まあもう完全にもう世界中もうガソリンでの貿易なんか絶対できてないでしょうね、今の状態ならですよ。節約の方と河川水門回避ダム、地下水流ストレートトンネル発電、蒲田発電を、同時に行うと。節約の方はもう自動車の生産量、世界中100分の1以下毎年か、もう5年か10年止める工場の稼働、それも実は15億台車が出回ってるんですよ。で、中古車センターが倒産して、そのまま中古車ほったらかしなんですよ。誰も回収する人いなくて、もうこれが現実なんです。だからまあ、まだ4月18日でこういうことを平気で言ってるのも、その場所にね、あんまりそんなに変な人たくさん来ないでしょうし、まあ善意あって僕に会いに来てくれる人たちの方が多いとは思います。来るのであればですよ。しっかり8月9日の件だけは言っておこうとは思っています。ごめんなさいね、8月9日行けなかったら、行くとしたら多分歩きだと思うんです。僕今の生活保護で、まあ昨年中鎌田さんの方に、まあ、働きに行ったんですけども、スタッドレスタイヤのトラックの積み込み積み下ろしなどなんですけども、仕事の内容は、まあ、力仕事です。で、まあその時の稼いだ分、まあ国にいくらかお金返さなきゃならない部分がありまして、もともと生活保護ってそういうシステムじゃないですか。で、今月と先月の支給される金額が、住宅扶助は、のけて口座に振り込まれるお金は、まあ、4万9000いくらとかですね。2ヶ月連続で。来月からは7万7000なんですけども、生活保護ってかなり生活厳しいんですよ。それでも働きに行った分だけ手元に、いくらかは残るんですけども、ただその後からその生活保護費から引かれて、まあちょっとした量はその働きに行った方が、まあ何万かは、2ヶ月働いたんだったら、まあ何万かぐらいはありますと、まあ自分のその元々の生活保護費一月あたり77,000、約77,000のプラスアルファで、だからお金の使い方って、だからある程度はお金貯蓄しておかなきゃならないし、とりあえずズボンは今のところ残り3本ぐらいですね。まあ一応買おうと思ったら買えますよ。だけども、まああんまり無駄遣いはできませんので。まあお会いできたらなと思います。まあ、テレビの放送、ワールドビジネスサテライトで放送してる通りに会いに行かれたんだったとしたらですよ。その頃政権交代は十分。ちょっと秋まで足りま本当、これ本当に、これ以上、けど、国会議員の人たちとかも、この話聞いてもらった方がいいと思いますね、最終的に。だから、河川水門回避式、ダム、地下水流、ストレート、トンネル発電。絶対国が動かなかったらできるわけないから、できるわけないじゃないですか。もともと法律的に、河川法とかで。各都道府県知事とか市長とかの許可で。琵琶湖なんか絶対国会レベルじゃないですか。滋賀県の知事だけで、そんなどこなんかできるわけないじゃないですか。本当に。もう、今日見かけた動画で、滋賀県の琵琶湖から大阪の淀川に、流れていく途中で、ダム、天ヶ瀬、天の瀬か、ダムかなんか、ちょっと読み方よくわからないんですけども、そこのダムがね、もう、満水状態に来ていて、今年の1月から3月、やたらと雨多かったでしょう。まあもう、こちらの状況、まあ、あのような人たちが、この人本当にかわ
いそうということで嘆いてくれてるように僕には受け止めれてるんですけども、まああの琵琶湖あふれ返っていて電化製だもん、もうあふれ返りそうな状態で、あのこう数日前に放水してましたね。びっくりしました。絶対それで正解だと思いますね。いつ急に大雨降るかわからないじゃないですか。当たり前ですよ。もうすでにほぼ満水に来てましたから、満水にダムダムなんかまずないですから。本当に満水になった後大雨来たらもうどうなるかわかるでしょ。河川の水の量増えてるのにその瞬間あなたたち放水するのって、その住民で河川の氾濫とかでものすごい被害が受けたりしたら、絶対その放水した人たち管理者の人たち叱られるで済むわけないじゃないですか。もう最悪裁判じゃないですか。ああ早め早めの放水で待つ間違いないとは思うんですけども、もう琵琶湖の方はね、昨年あの一回観察に行って雨量を2ヶ月前からまあちょこちょこっとこう見ていて、琵琶湖はまあ10月ぐらいなんですけども、夏場越えて、まあ、1回は一応集中的に大雨が降ったんですよ。まあそれがあった分もあるんですけども、夏場を越えてね10月に見に行って、これで水たくさんあったらその日本海に向けて地下水流それとトンネル発電、そのもともと琵琶湖の貯水量は275億トンで、まあ全ての水圧がかかるわけじゃないですけども、ものすごい水圧があると、とんでもない、三峡、中国の三峡ダムよりもすごい、水圧があると。まあまあ日本海まで 25km ほどですけども、地下水流ストレートトンネル発電を、作るだけの根拠があると。で水の量は全然余ってました。10月行っても8月あれだけ、去年覚えてます、8月あの日本各地で水不足だってあれだけ言っておいて、人口減ってます。僕は生まれてきたのが1977年ですけども、その前から男性と女性の生まれてきてる人たちの数減っていってるんですか。毎年ほとんどの年ずっと減りっぱなしで逆三角形でこうなってるんですか。ある年だけちょっと増えてる年がまあ何回かあっただけで、もうずっとこうで、もう1977年と比べたらもう男性と女性の生まれてきてる人たちの数半分ぐらいになってますから。で、あとまあ工場関係とかエネルギーの節約でどちらにしても止めなきゃならないでしょう。絶対水余るんですよ。で、2013年は、その、大雨で、淀川河川氾濫してるんですよ。宇治川もそうだったかもしれませんね。だから淀川の上流が宇治川で、その、琵琶湖から天ヶ瀬ダム、まあ、読み方間違えてたら皆さんごめんなさい。確認してください。まあ、京都の方は桂川。まあ京都、まあ宇治川も京都府なんですけども、まあ北にその大阪の方から上がっていく川に関しては桂川の方ですね。で上の方が、天竺湖日吉ダムっていうところで、その辺りもあの増水して両方も開けてるんですよ。ごめんなさいね、こんなこと笑いながら言ってしまって、もうあたちょっと、いやぜそれちょっと考えたらわかるじゃないですか。だからもうそずっと人口減ってるんだろ、そんなもう あらかじめ水満タンになる前に放水しとかなきゃダメに決まってるじゃない。で2013年のあの辺りで大洪水があったみたいですね。両方ともあの大雨で集中豪雨で河川の水の量増えてるのに両方のダムから放水ですよ、まあ、けどあの集中豪雨だったら2013年でしょう。まあ、琵琶湖の方も面積広いからえらい量の水が流れ込んでいたんだと思いますよ。まあとんでもない量、ごめんなさい喋り方崩してしまって、まあ、ちょっとまあ時間の遅刻ですね。もうこれぐらいにしておきます。22時14分。まあよし、三橋さんの考えたら画面がちょっと暗くなったんですよ。もう先に三橋さんっていうのを朝まで生テレビとかで見て覚えてしまってるから、そのあの太陽光パネルのあのリサイクル工場の時どうでしたっけ、山崎さんの方でしたっけ。もう僕いや分かんない、どちらが名前どちらでもいいからの話が一番こう自分の名前なんだ
本名よ、全員ちゃんと一つだけにしといてもらわなかったら、もう夫婦別姓でいいんじゃないですか。結婚しても元々の名前のままで生活していただいたら、もう本当はそれが正しいんじゃないかなって、自分の、家系6代前まで遡って見れる原戸籍謄本の方を見ていたら、もう僕はそう思いましたね。あ、昔の人は夫婦別姓で、その同姓にしてなかったんだっていうことが、分かりました。あ、昔の人からしたら、まあ何々、まあ山田さんと佐藤さんとしましょう、結婚して、いや山田で生きてきたし、まあ佐藤で生きてきたし、その名前変えたら分からなくなるじゃないですかっていうことで、多分山田何々佐藤何々で結婚して、その名前でこう生活だったんだと思いますよ。だと思いますよ。名前変えるほどややこしいことないでしょ。いやもう僕も一緒に働いたりする。まあ北区役所の主査として出てきたのか、まあ、僕もよく分かんないスタンドルたちもよく思い出した。あ、この人もバーベキューコーナーで一緒に働いてウルスラバーク以上です。まあこれが山崎さんへのメッセージで、まだこちらマイナス 1.0 に関してはまだ内容見てませんので、まだ何とも言えないです。以上です。